2018年4月1日から始まったアニメゲゲゲの鬼太郎は放送50周年、そしてこの秋から西洋妖怪編がスタート。これまでのゲゲゲの鬼太郎にも登場した西洋妖怪最強の帝王バックベアードが登場。バックベアードはこれまでの歴史の中で幾度となく登場しているのです。バックベアードは妖怪の国を作るためドラキュラ、魔女、狼男を従え日本の機械ヶ島を侵略。危機を知り機械ヶ島にやってきた鬼太郎たちと死闘を繰り広げる。バックベアードは鬼太郎を催眠術で操りあと一歩のところまで追い込んだ。世界妖怪ラリーに登場。バックベアードと鬼太郎が一騎打ちに。最後まで死闘を繰り広げた。2007年に放送した第5期は強力な魔力を持つ黒幕として登場。18話では鬼太郎を苦しめた黙々連を一瞬で葬り去り日本妖怪を絶滅させると宣言し去っていく。第59話では鬼太郎と激突することとなる。鬼太郎はバックベアードの眼力を避けるため目を閉じて妖気を頼りに戦うが、体の硬さを自由自在に操れる特殊能力を持つバックベアードには鬼太郎の技は一切通じない。バックベアードの体内で毒に侵され死を待つばかりとなる鬼太郎。そして鬼太郎は最後の手段として地獄の鍵を解き極炎乱舞を放つ。バックベアードは実体化のタイムリミットを迎え撤退することとなった。そしてこの秋からのゲゲゲの鬼太郎はバックベアードと最強軍団が鬼太郎たちの前に立ちはだかります。まずはアニエス。バックベアードの元から日本に逃亡した西洋妖怪の魔女。鬼太郎と出会い行動を共にすることとなる。言葉を選ばない自由奔放な性格なためしばしば鬼太郎とぶつかることも。アデル。バックベアード軍団を率いる女将軍アニエスの姉でもある。逃亡したアニエスを追い西洋妖怪を引き連れ日本へ。代々バックベアードに仕えてきた名門の家柄、反逆した妹アニエスに怒りを覚えている。他にも最強の西洋妖怪たちが登場。そして西洋妖怪の帝王バックベアード。世界の全てを支配することを目的とする独裁者。アルカナの指輪を盗み逃亡した魔女アニエスを追いかけ日本へ。ゲゲゲの鬼太郎西洋妖怪編、日本妖怪と西洋妖怪の大バトルがこの秋いよいよ始まる。